スファックス駅にて、ディーゼル機関車牽引の列車観光鉄道レザー、ルージュの客車レザールージュとセルジャ渓谷のヨースチュニジア鉄道は、チュニジアの交通省の監督による国有鉄道である。1956年12月に設立され、本社はチュニスにあり、従業員は約6000人で旅客、貨物輸送の双方を実施している。 チュニジアは、急宗四国のフランスから鉄道網の大半を引き継いだ後、チュニジア政府がさらに施設を拡充した。歴史上の経緯から、機関は2種類があり、北部には471キロの標準基路線があり、中部と南部には1674キロの狂気路線がある。チュニジアの鉄道は、隣国のアルジェリアと結ばれているが、 旅客列車は2008年夏の時点で1日1往復に限られている。2003年、チュニジア鉄道は延べ3570万人の旅客を輸送した。列車はグランドコンフォート車、一等車、二等車がある。直行エアコン列車はこれら3クラスすべてで冷房があり、休行列車はグランドコンフォート車、一等車のみが冷房を有する。普通列車は大抵、 一等車と二等車のみを連結している。2008年、チュニジア鉄道は、オートレールエクスプレスと名付けた新しいディーゼルカーを導入し、主にチュニスから南方のスース、スファックスへの路線に用いられている。なお、チュニス都市圏での輸送は、ライトレール方式のチュニスメトロと TGM 線によっている。また、レザールージュというディーゼル機関車による観光列車が、 メトラウィセルジャカンで運転されている。チュニジア鉄道は2003年には1160万トンの貨物輸送量があった。チュニジア南部ではリン酸塩や鉄鉱石が輸送されている。チュニジアの鉄道も最初のチュニジアの鉄道は1872年8月チュニスラマルサカンに開業した。フランス企業により北部の路線が建設され1878年に チュニステブルバカンが開業、以後1879年にゼンドゥーバ、1880年にガルディマオーまで延長され、1884年にはアルジェリアまで結ばれた。また1894年にはビゼルトへの路線が完成した。フランス企業は1922年まで経営権を認められていたが、その後はチュニジア政府へ売却された。1885年、 セルジャ地域で多量のン産塩が発見された。1897年、鉄道事業者にスファックス港へ鉱物を輸送する路線の免許が認可され、1899年、スファックスメトラウイ間の狂気の路線が開通した。この路線は1913年にトズールまで、1916年にガベスまで延長された。営業免許の満了後、路線は、 チュニジア政府へ返還された。さらにこの会社は1895年から1899年にかけて建設されたチュニスとスースの間の路線の免許を認可されていた。1911年にはスーススファックス間が結ばれた。チュニジアの鉄道は複数の鉄道事業体によって運営されていたが、1956年の独立後 TGM 制を除いて、 新たに設立されたチュニジア鉄道の下での運営に統合された。ガフサガベス間を直結する120キロの路線は新たに建設されたものである。2004年、チュニススファックス間の幹線で低速での運転となるスースの都心部をバイパスする新ルートが開通した。チュニススファックス間はこの時点でほぼ複線化され高速化と定時性向上が図られている。 ガベスからリビアへ直通する標準記路線について検討がなされている。リビアでは最終的にはエジプトに直通する海岸沿いの鉄道路線を建設中である。ありがとうございます。